星野リゾートトマムザタワーザタワーとガレリアタースイートホテル星野リゾートトマムは北海道有仏群シムカップ村にある山岳リゾート。過疎化が進んでいたシムカップ村の新工策として北海道開発庁がトマム山開発の必要性を提言。1八十一年に鉄道交際会北海道支部長が座長となって赤昇高原総合レクリエーション施設。 開発協議会を結成し、第三セクター方式でのリゾート開発が決定した。民間企業には、以前からこの地域の開発に関心を持っていた、ホテルアルファが参加した。同年10月には、石昌線が開通して、石昌高原駅が開業した。1982年に、シムカップリゾート開発校舎を設立、スキー場関係の開発を校舎が行い、ホテルや、 レストランなどの開発をホテルアルファが行った。1983年にスキー場、リゾートセンター、ホテルがオープンし、アルファリゾートとトマムが開業した。1984年にはアルファリゾートとトマムの新たな開発計画を策定し、宿泊施設、ゴルフ場、野球場、屋内体育館、インドアウォーターパーク、ショッピングモール、キャンプ場、国際会議場、 ヘリポートなどが盛り込まれた相当資額2000億円、総面積5000ヘクタールにも及ぶ山岳リゾートを創造する計画であった。これらの収益源として見込まれていたのがリゾート会員券の販売であった。日本国有鉄道と協力して特別仕様の専用列車を運行させるなどアクセス工場にも努め、スキーシーズンには臨時寝台特急、 北斗星とマムスキー号も運行した。1985年には分譲方式のコンドミニアムが完成。1986年に18ホールのゴルフ場を造成。1987年と1989年には山岳地帯としては例のない超高層ホテルがオープンした。1990年までにスキー場も18コースを有する施設に拡大した。 アルファリゾートトマムは、関平馬が、オーナーの関平製枠が施設を所有し、次男の関光作が、社長のホテルアルファが運営する体制であったが、1989年に、関光作が別会社のアルファコーポレーションを設立し、アルファリゾートトマム敷地内で新たな宿泊施設や、レジャー施設の開発を単独で始めた。1991年から1992年に、 かけて、ホテルが、次々とオープンした。ところが、時代はすでにバブル崩壊を迎えており、資産デフレが起こる状況であった。1994年の暮れにアルファコーポレーションは、長期借り入れ金返済に関して、資金難に陥り、金融機関に、債権の利息支払い猶予を仰ぐ事態となった。この時すでに経営破綻しかねない、財務状況であったが、関光策が、 ホテルアルファ社長にもなっていたことから、赤平製爆が所有する施設を運営している、ホテルアルファからさらにアルファコーポレーションへ運営委託して、経営支援するなどの対策をした。1997年、赤平場支局後に社長となった4男の関和春は、経営が悪化していたホテルアルファの自社所有施設の運営を、カモリ観光主会社のリゾートマネジメントへ委託し、 これに反対した関光作社長をホテルアルファの臨時株主総会で解任し、関和春自らが社長に就任した。さらに、この年は北海道拓殖銀行が経営破綻してアルファコーポレーションの資金不足に追い打ちをかけた。そして、1998年にアルファコーポレーションは、負債総額1061億円を抱えて自己破産。同時に、 会員券などを販売していたアルファホームも負債総額122億円を抱えて自己破産した。1997年、リゾートマネジメントはアルファリゾートトマムの運営に乗り出す。1998年、夏の繁忙期にガレリアタースイートホテルを営業する以外は全てのアルファコーポレーション所有施設を休業した。これらの施設はリゾート全体の4割であったが、 世間にアルファリゾートトマムが経営破綻した印象を与えてしまったため観光客離れが進んだ。一方、破産財団も施設の売却交渉に難航しており、リゾートマネジメント屋会社のカモリ観光でさえ買収に慎重な姿勢を見せていた。そこで、アルファコーポレーション所有の施設をシムカップ村が破産財団から5億2500万円で買い取り、 カモリ観光へ15年間無償対応して、リゾートマネジメントが運営する方策を取った。村が施設を所有することによって、購入に関わる費用と固定資産税がなくなる代わりに、カモリ観光がシムカップ村へ5億2500万円を寄付するというのが主な内容であった。こうして、シムカップ村所有となった施設のうち、ゾウハプールとホテルの営業を再開し、 1999年には、ガレリアタースイートホテルの営業を再開した。また、同年にもと運営会社のホテルアルファが、負債総額42億円で破産しており、アルファコーポレーション関連会社すべてが倒産した。カモリ観光は、シムカップ村と施設維持管理費用について負担する。他に、地元雇用の優先や地場産品の購入。 経営に関する地域との対話などの条件を盛り込んだ協定を結び雇用の確保と観光客入り込み数の維持に努めた2003年赤平成枠が負債総額674億円で民事再生法を申請した赤平成枠がアルファコーポレーションに対して約220億円の保証債務があることによって船舶貸し渡し事業から撤退するなどの 事業再編を進めていたが、大幅な債務超過に陥っていた。2004年に、赤平製爆は、アルファリゾートトマム所有施設を、星野リゾートへ売却し、星野リゾートが設立した、子会社の星野リゾートトマムが運営をすることになった。これにより、アルファリゾートトマム施設全体の4割を、カモリ観光が運営し、残りの6割を、 星野リゾートが運営する体制となってしまい、事業所やウェブサイトなどでは、トマムリゾート、星野リゾートトマムの二つを掲載せざるを得ず、アルファリゾートトマムの名称は総称として当てられていた。このような状況を有料して、両者で協議を行った結果、シムカップ村が星野リゾートへ運営委託先を変更して、カモリ観光は2004年スキーシーズン後の撤退表明。 2005年10月から星野リゾートトマムによって単独運営することになった。星野リゾートは各地の破綻したリゾート施設を経営手腕で再生してきた。トマムに関しては巨大な施設を抱えているにもかかわらず、冬のスキー客に頼ったビジネスモデルであり、夏との集客差により赤字が膨らんで設備投資できずに施設の老朽化が進む悪循環となっていた。 そこで従業員がゴンドラ山頂付近での作業中に見つけた雲海を活用し2005年山のテラスという名称で試験的に開設翌年から雲海テラスの名称で本格的に営業開始新たな展望デッキを設置するなど年々見学客が増えていき2013年に年間来場者数が初めて10万人を突破した 夏のトマムに目玉観光ができたことにより、数年型リゾートに向けての足がかりとなったほか、全自ホテルのリニューアルを行い施設の老朽化にも対応している。2011年には施設の名称をアルファリゾートトマムから星野リゾートトマムと改称した。2015年、中国の投資会社、ホースングループ傘下の上海予援タビュー症状が株式会社星野リゾートトマムの 全株式を183億円で取得することを発表した。すでにアメリカ系の投資ファンドが所有していたものが中国系に変わるということであり、運営は引き続き星野リゾートが行っている。上海予演旅優勝場と同じくフォースングループ参加企業になっているクラブメッドは、 2017年に星野リゾートトマムの有給施設と新たな施設で構成するクラブメット北海道トマムの運営を始めた。リゾート内の施設は約6割を星野リゾートトマム残りの約4割はシムカップ村が所有しているが、シムカップ村は2008年に交わした合意書に基づく損有施設の土地、建物の買い取り行を求めて、 札幌地方裁判所に調停を申し立てていたが、2017年に3段階の買い取りを内容とする調停が成立した。エリア中心に位置しているツインタワーのホテル。リゾート開発の第一期計画として、1987年12月にザタワーアイ、1989年12月にザタワー2がオープンし、2008年に施設外観を クラインダイサムアーキテクツによってリニューアルした。夏と冬をイメージしたデザインになっている。1989年12月にオープンしたザタワーとスカイウォークでつながっているレストラン街。サマーシーズンとウィンターシーズンで一部店舗の入れ替えがある。1フロア4室のみで全室スイートルームのツインタワーホテル。リゾート開発の第2期計画として、 1991年12月にガレリアタアースイートホテルサウス。1992年12月にガレリアタアースイートホテルノースとしてオープンした。2013年からザビレジアルファにある森のレストランにニヌプリトはサウス棟に設置したトンネルウォークで接続している。アルファリゾートとマムうチ宿泊施設として最初に1983年12月にオープンしたホテル。 当初はホテルオークラ系列としてリゾート内で一般利用可能な唯一のホテルであり、カメリア、ヤマザとメイフェアはホテルオークラの同名の施設に由来する。現在はレストランと結婚式限定の控え室、披露宴用、ホール二次会用、バー、美容室のみ使用。星のリゾート運営後はザタワーとチューブウォークで接続している。設計。 建築には観光企画設計者が携わり、ホテルオークラ及び同社が設計した、ホテルアルファ、札幌などのアルファコートシリーズと同様のコンセプト、衣装が認められる。また、ホテル南側にはプールを建造する予定であったが、実現せず、現在は工事準備の跡が残っている。安藤忠夫設計の協会。リゾート開発第一期計画の比較的早期である。 1985年12月にザビレッジアルファアイとしてオープンした全室ロフト構造のコンドミニアム第28回 BCS 賞受賞ザビレッジアルファ2も建造する予定であったが予定地にはガレリアタースイートホテルを建造しているすでに会員権の新規発行は取りやめており現在では不動産会社によって分譲されているほかシムカップ村が 体験滞在として数部屋提供している。レストラン受会と一体的に設計され、ザタワーやホーレスタモールとスカイウォークで接続している。ホテルアルファトマム同様、観光企画設計者の設計、建築。2017年12月にオープンしたクラブメットにへの施設。ゆばり宗は、当初はリゾート開発の第2期計画として1991年12月に、 ビラスポルトアイ、1992年12月にビラスポルト2がオープンしたスポーツを目的とした施設を改装したものである。当時のビラスポルトは、スポルトアイ側、ザタワー及びホテルアルファトマムと同様のレンガ色、スポルト2がアビチ接続を想定し、クリーム色になっていて、レストランとカフェがあった。当初は会員専用で使用し、後に合宿。 セミナーなど団体向けに使用していた。近年は当期のみ営業し、スポルトツーは海外からの団体客向けに使用していた。オスカーを介して、ビズスパハウスと接続予定であったが実現しなかった。2013年の整理閉鎖に伴って、ホテルをクローズし、従業員寮として使用していた。日高胸は、同じく第二期計画の中心プロジェクト、ビラマルシェの第一弾として、 1992年12月にオープンした宿泊施設、ビラマルシェホテルアビーチを改装したものである。2012年にはマウンテンハウスとしてロビー部分をリニューアルし、冬山デスク、託児所、レンタルスクール受付などを設置して一部再開したが、翌年から再び閉鎖していた。なお、アイスビレッジは2011年まで、 アビチ前の中央広場予定地で開催していた。ビラスポルトの西側にある宿泊施設の中では最も新しいホテル。アビチ接続を想定した衣装で建築され1992年12月に低層棟がオープン。第2期計画を担当した KSLW 社のマスタープランでは、スポルト及びアビチの山側には、レンガ色の衣装の中高層棟も計画されていた。 当初は会員専用で使用し、一時は一般客も宿泊できた。2013年頃まではミュージックキャンプ、合宿、セミナーなど団体客向けに使用していたが、以降は閉鎖し、倉庫及び地下1階のみを除雪車車庫として使用。ビラスポルトアイやビズスパハウスに接続予定で全車への準備工事もなされているが、実現しなかった。 南なビーチ南なビーチのウェーブプールは日本国内最大級となる30メートル80メートルの増波プール。1年を通して子供から大人まで楽しむことのできるイベントやアクティビティを用意している。KSLW 社と大林組が設計、建築を担当し1991年12月にオープンした。2006年12月にロゴプールを改装した日帰り入浴施設。 木林の湯を解説した。当初はロゴプールから森側にアウトドアラッププールを呼び、固定時群を建造予定であったが実現しなかった。2004年にレジオネラ菌が発生して肺炎を起こした利用者がいたほか、2012年には当時5歳の男児が推死する事故が発生し、いずれも営業を一時中止した。南ナビーチ木林の湯レストラン、星野リゾートトマムスキー場は、 全29コースあり、総滑走距離は約 21.5km ある。スロープスタイルは北海道内唯一となるレベル、別レーンを設置している。宅地と雪遊びを組み合わせたプログラム、ガオ宅地雪遊び、初心、初級者向けの入門フィールド、ニッポタウンがあるほか、上級者向けの上級者限定開放エリア、CAT で近郊の雪山へアクセスして、 パウダースノーの楽しむ CAT ツアーやバックカントリーツアーもある。ストーリー型ファミリーゲレンでアドベンチャーマウンテンは夏季も営業している。コースレストランカフェリフト2017年オープン。ゲレンで中腹に位置し、店舗間をウッドデッキで繋いだ全長約160メートルの施設であり、日本国内初となるスキーインスキーアウトができるほか、 スキーやスノーボードをしなくてもホテルから屋根付きの通路で利用することができる。名称はかつてトマムにホタルが群生していたことから観光資源として原風景を少しずつ生ける得らせていきたいという考えに由来して名付けた。全体施設設計は小島デザイン、D 棟、雪のいい棟、月野の内装はスキーマ建築計画が担当した。雲海テラスから見た。 星野リゾートトマム雲海テラス下記の早朝に発生する雲海を見物するテラス。三種類の雲海があり、北海道東部沖で発生した海霧が南東の風によって都下地平野を覆い、日高山脈を越えた場合に見ることのできる太平洋山雲海、熱が上空へ逃げて冷やされた空気が盆地上地形の、そこに溜まった場合に見ることのできるトマム山雲海、天候が悪い時や、 悪くなる時に見ることのできる悪天候型雲海がある。2010年から雲海テラスとふもとに観測タワーを設置し、北海道大学が雲海の発生する気象条件を含めた山岳気象観測を行っている。雲海テラスでは雲海を見ることだけではなく、雲海ヨガや雲海トレッキング、トマム山登山を楽しむことができる。また、カフェや雲の郵便屋さんがあり、 ポストカードを世界中に無料で送ることのできる運海ポストもある。なお、冬季の日中は無表を見物する無表テラスとなる。冬に現れる氷の街。期間中はイベントを開催している。2016年でクローズとなった星野リゾートトマムゴルフコースの旧スタートハウス。アウトドアセンター横にはレストラングリーンキッチントマムキャンプがある。 北海道旅客鉄道トマム駅から、送迎バスで、ザタワーまで約5分、リゾナーレトマムまで約10分、道東自動車道トマム IC から車で、星野リゾートトマムまで約5分となっている。また、北海道内各地から、星野リゾートトマム発着のバスライナーを運行している。ザタワーに関するカテゴリー、リゾナーレトマムに関するカテゴリー、 星野リゾートトマムスキー場に関するカテゴリー、ありがとうございます。